ラッシュ39番とか。懐かし39番。で、懐かしい。なんか、ラッシュ39番はなんか、ウィーレゼンとが分かってそうじゃないアイコニックラッシュ4とか39だな。あ、そうか。その後19つけてましたけどね。ん当ぁほんとあったっけあれよね。ラッシュ19期 ?19 確かつけてたな、確かマジか。なんか、記憶ねえな、俺、ラッシュ19だ。10番、ラッシュの前の10って誰あれだ、イブラ。イブラ。 あ、イブラマで遡るか。ああ。確十19つけてたか。ええ。なんか、39と10のイメージしかないな、俺。ああ、まあそっか、意外とトファンじゃない人はそうか。ううん。意外とそういうのあったりするからな、人によってな。わからんねシティ・フォーデン、さ、47の前何のえ、47の前、確かね、80番とかだった。ああ。知らんな知らんわ。知らんな八80番。確か80だったかな。 そう、出始め。坂の7番の場合は分かるでしょわかんない ?70、77番とかじゃん。あ、そうそう。だから77から7だった。そう。あ、知らなかったそうそうそう。わかんないよね、やっぱな、一個前な。アースならギリわかるかもしれないけど。他はわかんない。他かんないな。あ、そう、77の前合は87ね。あ、そうそうそう。1個刻んでんだから。87、77、7だったっけへぇ。 パルマ80だったそう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 イメージはフォーデンのおふるみたいなそうそんな感じだから意外とついていけないもんよなマクトミネイはマクトミネイずっと39九す確かじゃあラッシュの後にに39つけてそっからもうずっと39確か30もう変わってないはずああそうなんだ39番号も大きいけどなんででうが 1119から10らしく結構長いよね。確か、アーノルドも。うん、<laughs> アーノルドって66の前あんのアーノルド66の前ってあんのえ、あるのアーノルドって66の前。なんか思い入れがあるんじゃない ?6 に。なんかねえ、えー、もう6、俺出た時は66じゃない誕生日がどうどうでずっと66だよね。さすがに前、まあなんか、うん。プレシーズンで違う番号をつけてたとかあん、ね、<laughs> あ<ー>あー。 スミスローは10の前32とかじゃなかったっけ？三32の前もなんかなかったっけいやあったあったあったあるけどなかから50万台とかつけてた気がするけどな結構キャリアのあれが複雑というかレンタルいっぱいつってたらそうね全然知らないな背番号,背番号事情全然わかんないね <laughs> だったら俺今ですらさ誰々何番だけでっと出ないコンサルモンだカ風見の何番風見ミ かマルシャルのユナイテッドの背番号の歴史ちゃんと覚えてる人ですかいや分かんねえ今何番か分かんない俺マルシャル番号いや9いや当に九。?19 とかやってないか20番でつけてなかったあ十 25? それ25って3兆じゃない兆れあ いきなし9なの。9、11? じゃあ9、11、9だ。9、11、9か。そうそうそう。一回、一回11挟んでるわ。イブラに、られそう、イブラにイブラ。懐かしいな。イブラも9から10になってんのあれ。そうだよ。えぇー。10の時は、ほとんど試合に出てない。ああ、そっか。お前持ってるイブラいニんン何番あれは9。あ、9か。あれは9か。おじいさんお手伝いしてもらってくありがとうございます。 えー、モーキーの1617のエミレーツのアセせ合途中攻で19番ラッシュと39番マックが出てたらしいお<ー>あ19ラッシュと39の<ー>エミレーツのモーキーの1617ってそれあれデヘア事変違ういやでもそん1718じゃないデヘア事変の前かうん、えー、1617かそれどんな試合だったんだろうなーうーんダルミアンあー出たー <laughs> 36番ね。ダルミアンねん。2-0でアーサル勝ってるなんか普通に勝ったんかなたぶん。で、なんかさ、なんかツイッターで見かけたんだけど、はい、1314以降のバルサの,あの10年間の全試合の記録、うん、記録とスコアラード、どういう展開だか覚えてるやつ。す,ね、すごいね。あれすごいよね。そんな人がいんのパッて出るよな。 一五一六の第一のアーテスト VS 何々戦のスコアはみたいななんちゃらなんちゃらなんちゃらでバルサ勝ったよみたいなやつ。うん、あれすごいよな、マジで。えー、あんな出ねえよ、うん、本当に。2年前ですよら出ないと思う、俺。得点者もな。そう。しかもなんか流れの展開も言ってたんだよ。なんかメッシーがハッとして、その後何々になんかダメ押して出れたり、ね、経験が出たり。すげえよな。なあれすげえんだよな。<laughs> マジで。記憶力半端じゃねえよな。半端じゃない。 好きとかのレベルじゃないよね、あれね。ちょっと、ビビるわ、マジで。ああ、すげえな。そんな、例えばやってみる去年いや。誰か答えしてなきゃ無理じゃない。そうほんまや。こそれにも至らないじゃないかああ、でもそれはなんか企画やな。じゃあ確かに、マンチェスターユナイテッドで試しにやってみる。ああ、いいね。じゃあまず、試しに今期やってみるか。今期のユナイテッド。今期うん。 じゃ適当にいきますよ。早押しでいいね。早押し俺を混ざっていいね。えっと、じゃあ、これからえっと、2022年これ。全然空気じゃねえじゃん。去年とあん一昨とじゃん。ああ、じゃあこれいくか。 2023年8月26日に行われた、マンチェスト、うん、マンチェスターユナイテッド対ノッティンガムフォレストのスコア。うわし。で、今季の、ノッティンガムノッティンガム今季の、三節とかかな、これ。うーわ、知らねえ。えーっとね <laughs>。<laughs> マジで出てこねえ。ちょっとタイマーだけ。あ。うん<あ>。ちょっとこれ間に合わないわ。<laughs> え、ホームアウェイどっちえ、ユナイテッドホームです。 ええあ一応。ああすぐさまに失点したやつだああそうそうエランガのやつか。ああエランガにやられたやつそうだ、そうだそうだ、それだあのね、フラムもね、アーサルでフラムも同時開催だったんだけど、ユナイテッドとね、うん。アーサルが速攻で失点したやつだ。ああで、大逆転した回だ。正解は3対2でしたね。ああ、そうだ。エランガか。あ、そうだ、フォレスか。な、でも、出ないわな。いや、俺アーサルだったら出ると思うよ、さすがに。 一回じゃちょっとアーソルってい。いよ、いいよ、始まりますから。るさすがに今回だったら全部言えるよ。スッと。シュッと言えるよ。シュッと言えるよシュッと言える。マジで。ピュー。に。絶対に。ここか。間違いない。俺は。今期でしょ。いいよ。じゃあ。うわちょっと待って。無事。おおディオディオちょっとで、うん。 えーと、じゃあ、2023年9月18日に行われたアーセナル対エバートンのスコア。え、0対1、トロサル。おー早い。本当坂からトロサルです。ああ。ほんまや。それはもう、そんなのはもう、プレッチャーナめになっちゃうしょ。それは早いな。早いやさすがに、いや、俺は。